はい、こんにちは、ひまじん27号です。今回はテストサーバーでございます。何が変わったか、ノリカムと、なんかユーザーインターフェースが変わったみたいな風に、ありましたけど、いまいちよくわかりません。で、テストサーバーなんですけども、新機体は特にありませんね。ジェシードックブッチ使えて、新機体なく、重武器でプロトタイプが使えるくらいで、特に変更というかないですかね。で、編成はこちら、ゼウフゼウフアンタラアンタラで一枠開けてません。はい、まあ、新機体がないということで、現在の、ウォーロボッツの環境に近いと思い、この編成でやることにいたしました。はい、アンタラゼウフが最強だということですね。はい、ではやっていきます。で、ユーザーインターフェースって何ぞやと分かりません。ただいろいろ表示が変わっております。はい、いろいろね、変わってるらしいですね。あ、変わってますね。すごい変わってますね。ロックオンボタンが、なるほど、なるほど。で、BGM は流れるんですけども、武器の発射音とかがね、全く流れませんね。シンプルですね。で、レベルの方は全部8になってますね。ドン。まあ、何がどう変わったかはいまいち分かりませんけど、説明しがたいですね。ガラッと変わってるんですけどね。どう説明すればいいんでしょうかね。よいしょ。武器の発射音がないのは何とも言いませんね。あ、ノリカムに半分削られてしまった。メニューとかも変わってますね。ロボット変更、よいしょ。まあ、なんというか雰囲気は変わりましたね。表示の仕方が。あと、今まで右上に表示されていた、なんか、キルやら何やらが、下にちょこっと、だけになりましたね。で、ビーコンのヘリも、あれですね、2つじゃ全然減りませんね。BGM がないのはちょっと厄介ですね。クールタイムもなんかこう丸いゲージのようなものが表示されてますね。なんていうか、カウントダウンだけではなく、ゲージでもしっかり表示されて分かりやすくなったのかな。まあ、普通のに慣れてるのでね、こう変わってしまうと、なんていうか、やりづらいですね。カーソル変えるボタン、ロックオン変えるボタンの位置が若干変わったので、こう慣れるまでは押し損ねますね。これお隣の静かですね。厄介ですね。
味方が来ない。味方がいない。あ、お、出てくるの遅いな。もっとさっさと出てきてほしいんだけどな。ノリカム、ジェシー。これは意味ないんじゃないかな。というか、ジェシーはね、弱いよ。いいとこないよ。申し訳ないけど、ピナタの方がいいんじゃないかな。ジェシー乗るんだったら、多分そんな気がしますけど。どうせ射程外とか遠くから撃つんだったらね、4つ同時撃ちの方がいいんじゃないか。いや強いな。おっと、なんだこれ、グリかな、パニグリですね。よいしょ。いやーゼウフ強いな。この枠内にいれば、ね、勝手に当たるという、こうバトルタイタンやってるとね、少なからずエイムが必要なのでね、それと比べると楽ちんですね。射程内に入ってポチッと押せば当たるゼウス。うおお。こっちか。よいしょと。ロガさんにビーコンを任せ、私はあちらを撃ちましょう。引っかかるな。ここ引っかかっちゃったっけ。よっこいしょと。B は取れず。残念。来てるな。おお、来てる来てる来てる。来てるよ。よいしょ。当たってんのかな。当たったかどうかが分かんないな。バッテンみたいなのがなんとなく表示はされておりますが。よいしょ。おお、足にダメージを受けた。これ遅いね、遅いね、遅い、遅い、遅い、もっとパッと出てきてほしいんだけどな。さあ、ビーコンピンチですね。2分半残して3点取り。まあ、2分半だから、3点キープで勝てるかな。左がやばいですね。ただ、右も、やばそう。左に行くか。よいしょ。ナイス。左が耐えてくれれば。痛い。ああ、D 取られちゃうか。ああ、残り3人しかいない。これはダメだ。
静かだ。もうノイズが入った。終わる。もう早っ。うでリザルトがないというね。これ何がしたいんだ。リザルト見れないんじゃね、モチベ上がりませんよね。どうしようかな。普段使えないロボットでも使ってみます。そういう感じですよね、テストサーバーってね。まあという感じです、テストサーバー。ノリカムが確か攻撃力が 10% ぐらい下がって、前回情報テストサーバーで攻撃力が上がったんだけど、やっぱり下げてって感じですね。まあね、私としましてはやっぱり縦に、スコアを反映してほしい。円卓のアンサイル円卓がね、こう多い方が勝てる感じは、まあ、やむを得ないとして、こうただでさえね銀がもらえないのに縦アンサイル多いとね、全然銀がたまりませんね。はい、という感じですね。まあ、いきなりね、こう変わっ、新しい環境でバトルをすると、こうロックオンとかはね、位置がちょっとずれてるので、ロコしづらいですね。それぐらいかな。まあ、あとは特にいいんじゃないかな。ただでも、その倒した倒されたのね、ビーコン取った取られたの、なんだ、表示がちっちゃいからね、あれ結構こう見ますよね、皆さんね。こう縦4ゲットだぜとかね、そういうの気にするので、私はもうちょっと大きく表示してくれた方がいいのかな、なんていうふうには思いますね。はい、ではこの辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では。